ましょうか。チャンネル登録ボタン、グッドボタン、まず押すことを忘れなく。ということで、オープンセサミと思ったけど、まずはこっち行こうか。せっかくね、前回ね、ドルミハソらしいまで行ったんでね、童話いらせなかったけどね、金のトークンを使ってね、どんなチャームが手に入るのかっていうところからやっていこうかなというふうに思います。はい。前回からね、夜の観光ツアーをやっているところではあるんですけれど、まずは F を押してね、金トークン、バカバカバカってか、くるっとカチョッと回してね、金玉が出てこいよ、くる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 、まさかの金来たー。さあ、何なんだろうね、てブラックバスレア、やった、ブラックバスの回復力が 100% アップということですね。はい、ブラックバス全然食べる気がないんでね。じゃあ、ギン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 、てんちんちんちんって、くるっと回して、くるっと回して、もう一個回して、はい、くるっと回して、銀が出てきて、はい、こっち行って、なーだ、はい、本戦、違ったね、イザベルですね。はい、腐れ蛇回復量、もう売っちゃったからっていうことですね。はい、で、カン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 っていうことでやっていこうと。さあ、続いて、どんな金が出てくるか、さあ、ショータイムだーっていうことなんですけども、はい、そのことは気にしないでやっていきましょうけどね。レート、ハンドガン、レア、イエライフの修理で 30% オフ。はい、無限があるから、もう今更気にしないよ、てん、間違えた、金入れちゃって、くるっと回って、はい、金、来い、金来い。ああ、引き運が悪い。いやー、なんだろう。コボン、ダイナマイト、クラフト、ボール、サンセリス、ボルト用マイン。あ、ボルト用マイン、マインをそもそも使ってないから意味がないん。くる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 っと回して、はい、ぐるぐる、キターが出てきたよ。何だよ、レイヤーハンドガン、最後の処理だい。はい、ダブったよ、ダブったやつはどんどん打っていくだよ。さあ、来い、ショットガン、俺は持ってる。キャダードゥン、泣けるぜ、ガンパウダー。確かに、泣けるぜ、ベア、レジェンダリーは確かに必要になるかもしれない。これはね、一周目のプレイをするときに、ね、泣けるぜ、を持ってたらいいかもしれないけどね、今更持ってて仕方がないというところなんでね、はい、もう何周もプレイしてるんだっちゅうのっていう話だから、全く持っていかないということでございます。はい。ちなみにですね、皆さんの中で、おそらくね、2周目で役に立つなっていうのは、レオンのね、ロケットランチャーでございますね、20% オフで買うことができますんで、通常ロケットランチャーね、私が今持っている、手持ちに持っているロケットランチャーっていうのはですね、200万ペスタするんですけれども、まあ、160ペスタというね、40万ペスタもね、割引でね、買うことができますんで、はい、そこら辺やっぱりね、持っておくのがいいのかなというふうに思います。ということでね、はい、今から行くのはですね、ここら辺の宝物っていうのは全部わーって手に入れることができましたんで、まだ手に入れることができてない宝物をですね、手に入れてから、はい、ようやくね、お待ちかねの中のバーガーを皆さんとね、一緒に共に食べていきたいなというふうに思っております。はい。で、ここでね、宝物カチャンと横丁のランプを手に入れることができましたんで、まずはね、中のバーガーを作っているところをね、皆さんと共にね、見ていく前にですね、前に、これをパチョン。で、そしてパチョン。そしてもう一個パチョン。あ、違う、間違えた、パチョン。はい、1点か、カラーズボーナスということでね、僕失礼しました。もう一個入れますね。はい。違う。どうせなら数の方をやっていきましょう。これで出来上がりましたということで、はい。でですね、こちらですね、先ほどミンチ、先ほどじゃないな、何日前かな ?3 日前くらいかなにですね、こちらのハンマーを使って、どんどんやったらね、ミンチってこうやって作るんだよと教えてくれるね、人がいるんですけれども、彼がですね、店長でございますね。店長の佐々木さんでございます。はい。はい、ムカーダー、私が切った。さあ、お前の出番だ。思いっきりパテを作るでございます。ということで、ね、なんとパテを作ってくれている、巨人族の、小野さん登場しました。はい、小さい野原と書いて小野さんですね。はい。大きな巨体とはね、打って変わってね、まさかのね、小野さんというね、小さい字が使われているということでございます。うわー、息が臭い。あおー犬ドック来ましたね、犬ドック、ワンドック、はい。ゴッドと読んで、はい、反対から読むと、なんとね、ドックなんでございますね、はい。ゴッドを、はすかまさ、逆さまから読むと、ドックになるって気づいたんだ。あ、もしかして、大事なことを教えるために、犬が登場してんでるー。たたたたたたた。あ、アキレス腱に噛みついたからね、この方、全治半年間歩くことができなくなってしまう。ゴロさん、ごめんな、キック。おーっと、犬ドックがゴッドドックになっちゃった。はい。で、ゴリ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 で、あい、落石注意。あんなに書いてあったのに、あー、煽ってる、ワン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 、煽ってる。あー、うえー。今日はもう体調悪いから、シフト終わり。残念ながら彼にね、パテを作っていただくことはできなかったんで、ね、代わりに、ね、パンケーキをね、作ってもらうことにしました。はい。うにゅうにゅうにゅうしてたね。たあー、お乳がね。はい、もう仕方ないん、ね、で、彼の血を抜いてね、パテでも作ろうかなと思います。はい。でこれ、ダダ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 ダって打つじゃないですか。でも、しばらく経ったらね、確かに、ね、傷穴が確か、先ほど見たらなんか塞がっていってるような気がしたんですけど、そんなの気のせいだったかな。はい。で、これね、あ、塞がっていってますね。治癒力が早い。ということは、こいつ、死んだふりをしている可能性がある。皆さんご注意くださいね。はい。で、ちなみにですね、原作の時は、まぶたがちゃんとね、
彼ね、小野さんね、あるので、まあ、自然とね、ライフルで、彼のね、遺体をね、ついて、遺体と言っちゃったよ、死んじゃってんのかーい、うん、見てたら、だんだんね、まぶたが閉じていくっていう瞬間を見ることができますんでね、興味ある方はぜひそちらご覧ください。トゥ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 ティーン。はい。で、残念ながらですね、もう彼以上パテを作ることができませんので、追加をね、食べることっていうのはなかなか、あれどこだ、ワンワンをワンワンをあれワンワンをありがとうな。ありがとう。ワンワンをありがとう。あ、いたいた。ワンワンありがとう。きっといい犬になるぜ。狼だけど。チュキ。あ、彼を撃つことはできないんですね。彼ずっとここで、あれなのかな、もして身ごもってて、ねえ、産もうとしてるのか。実は女の子だった。母性あふれるからイケメンレオンに発情して、犬とか狼とか関係ない、私は人間を愛すわーって言ってる。黙れこそって言われそうな気がするんですけどね。お前にサンを愛せるか。あ、かわいい。なでなでしたい。でももう視線はこっちにない。じゃあ鬼畜の商業関係なかったでございますね。はい、ワン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 。はい、意外と彼を見逃しているっていうこともあるかもしれない。私もね、一周目プレイしたときは、彼をね、あんな風に見ることはできなかったんで、おっと、これを見ることはできないですね。ところで、彼はこれを持って何をしたかったんですか？パテを作ろうと思ってたのかもしれないですけどね。ね、本当の使いどころっていうのがね、使い道かっていうのが私は実は把握をしていないというところでございますんで、何のためにあれがあったのかっていうことは実はちゃんとはっきり把握をしていなかったということでございますね。はい。で、この先戻っていくとですね、はい、なんと、例のですね、皆さんが食べたかったナコのバーガーを食べながらですね、そして美女のストリップを見ることができるという最高の境界ですね。もう境界を冒涜しすぎているけれども、はい。ぴょん。あ、こちらですね。はい。お釣りを拾っていきましょう。お釣りは拾うものですね。はい。返してもらうものではなく、お釣りは拾うものということでございます。で、あっちの方に向かっていくとですね、なんとね、例のワンワン王がね、再びまた姿を変形してね、さっきまで白かったんですけど、黒い格好にあって戻ってきちゃってるっていう状態になってますんで、あれないね。汗に溶けてなくなっているということでございます。はい。で、こっちの中に入っていってね、忘れなきよう、ここのね、鍵をカチャカチャっと。開けたいけど鍵がなかった。あれ？鍵？鍵どっかで取り忘れたか？鍵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 どこにある？鍵取り忘れて死ぬ。そんなことは断じているさ、仕方ない。もうここのチャプターをクリアしてしまったとしてしまっても構わない。もう私はこのまま、はい、もうクリアするしかない。なぜなら早く中野バーガーが食べたいからだ。税込み820円、ポテト L サイズとドリンク S サイズ付き、ブランナーお値段ということで、中野バーガー、あれ助けに来た。あれ、皆さん、皆さん、あ、中野バーガーの詰め合わせだけ置いてみんなどっか行っちゃったよ。仕方ありません。予定を変更します。今から美女を眺めることにします。はい。皆さん、中野バーガーのね、パテとバンズが冷めてしまって、こんなパッサパサなやつ食えるかーというお叱りをね、受けてしまいましたんでね、残念ながらね、皆さんと共に中野バーガーを食べるという夢はもうついえましたので、もう仕方ありませんから、今から皆さんで美女をね、ベロ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 、舐め回すための旅行に切り替えていきたいというふうに思います。小さな鍵ゲット。あった！ここにあったのか！じゃあ、向かって帰りましょう。はい。じゃあ、お疲れ様でございました。また次回パートでお会いしませんよ。はい。あ、おい、ちょ、今の勘違いしてるんですけど、お会いはしたいです、お会いはしたいですけど、まだ次回のパートに行かないからねっていう意味だからね。はい。雨が降ってやがる。これはまるで俺の涙のようだ。はい、入っていきます。そうか、ここに小さな鍵があったんだ。さあ、カチャカチャカチャっと開けていきましょう。オープンセサビーン！ふっと開けていくと、イエロージャイアモンド、いいですね。はい。丸っこい宝石の中で一番大きな宝も、あ、大きな、高額なものでございますね。はい。で、こっちに戻っていくっていうこともできますが、はい。ここでですね、私のね、ツアーガイドのね、追加の1名をね、やりたいと思いますんで、そちらの方をね、連れていきたいというふうに思います。まあ、皆さんがベロ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 舐め回したい美女、ナンバーワンになっている女の子でございますね。はい。で、バーッと開きます。はい。で、これってどういう仕組みになっているかっていうのね、初めてやった時も私なかなか苦労したんですけれども、皆さんが見ていただきたい注目ポイントはね、たった1点でございます。はい。真ん中の方ですね。まあ、これ攻略サイトとか見たらね、なんか回し方うんぬんとかって書いてあるんですが、これまず1つ選んで、はい、回転しますよね。で、真ん中の方を注目していただきたいんですね。真ん中の方。で、真ん中の方を注目すると、こんな風にね、パコンとはまる瞬間があるんですね。はい。これ、今、青い部分、青の、
紋章がありますね。紋章のあの右下の足の部分に青いのが当てはまってるの分かりますかね。はい。そういう状態になれば次緑っていう感じですね。緑っていう感じでございます。で、緑に関しては一番上見ていただいたら、ほら、このあの、角になってる部分がこうピコンってはまってるのでこれで OK ですと。じゃあ続いて赤ですね。赤に関してはですね、もう残り一つなので、くるくるくるっと回ったら OK なんですけど、この2本足がポーンとはまれば OK でございます。はい、以上でございますね。はい。最初やった時はね、どこ見たらいいの分かんないよーっていうね、かの有名なジャパンさんもね、あれこれどこやったらいいんや、真ん中は違うやろって言ってたんですけども、実はそこ真ん中合わせるのが正解だったっていうオチだったんでございますね。はい。いや、謎解きのね、全てをね、もう、バイオ4に愛された男がですね、謎解きがね、最初ちょっと苦労するっていうくらいね、バイオ4の謎解きはなかなかいい成功な作りになっていますんでね、いいかと思いますね。はい。ということで、彼のね、怪しい写真がないかっていうのを見たいかなと思うんですけど、ね、サインコンプリ、よくわかんないですね。はい。で、J3 ということでね、大学生であの JK をまだ名乗っているという、不届き者目がーってことでございますね。はい。で、画面がペキッと割れているんですけども、この中にですね、元彼とのね、やばい動画や、ね、写真等々がいっぱい貼られているということになっております。はい。ということでですね、はい。早速なんでかやっていきたいと思います。今日彼女は一体どんな格好をしているんですか、お楽しみください。お邪魔しまーす。アシュリーちゃん、迎えに来たよ。僕と一緒にツアーガイドやら危ないということで、おーっと、今回なんと彼女はですね、はい。奇抜なシャンクスでございますね。はい。懸賞金40億超えの、赤髪シャンクスになろうと思って頑張ったけど、なぜか、頭から上のみがシャンクスになっていて、それから下は全然違う格好ということでございますね。はい。泣けるぜ。まあ、突然ね、現れたこんな男がね、サングラスかけてね、ギャングマキオみたいな格好してたらね、それはね、あんな危ないろうそくをバーンと振り回してくるのも間違いなくありますよね、ってことですね。ところが顔は超美人たまらない、スキー中止よ。うん。彼らを、後ろでマリア像が、そんなことさせないわ、私が守るものという顔でご覧になっているんですけれどもね、はい。哀れな子らに、哀れな子らに、宙をしようということでございますね、はい。で、真ん中にね、ドクロマークがあるんですけどね、あそこのドクロマークをね、ポチッと押してね、うん、そんなとこじゃない、もうちょっと右や左にずらしてみて、そっちに本当のボタンがあるから、ということで、このシャンクスは言ってくれるということでございます。さあ、ということでね、今回もね、夜のツアー、いかがだったでしょうか。残念ですね、皆さん、本当に申し訳ございません。中野バーガーを一緒に食べようかなと思ったんですけど、中野バーガーを一緒に皆さんと食べる機会がなかなかなかったんですけれども、はい。ということでですね、はい。ということでですね、以上で、今回のツアーは終了とさせていただきたいというふうに思います。ということで、また次回パートですね、お会いできたら幸いでございます。また、まだまだ観光ツアーね、激化していく瞬間が目白押しでございますんで、ぜひお楽しみください。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンをですね、押していただけたら幸いでございます。また次回パートお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。